空が白んで参りました。今二度上げ峠残り5キロちょっとに迫ってきてます。ひょっとすると御来光が見れるかもしれません。すげえなこれ。シャドウはこんな感じです。下に来た道、見えるでしょうか。まあ、こういう感じですね。ああ見えないだろうね。三日月ちゃんがいるんですが多分見えないだろう。本当に夜が明けてきました。徹夜で登ってます。構造米次郎さんの頃は、袋には山のように食い物が残っています。これがあの蛍光の棒は、よくコンサートなんかで使えるあの例のみんなで振るやつです。意外と役に立ちました。あと2キロ、あと5キロ、5キロくらいで頂上に達します。今午前4時30分です。ああよくぞここまで来ました。